ほんまに風間の親父がそう言ったんか？ああ、うん。一体何が目的なんだ？事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした？まだ痛むのか？いえ、兄貴、俺には何が何だか分からなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか？親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。力也、お前は一旦沖縄に帰れ。え？俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今はまだあの絵の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰ってサキや朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったか？はい。どうした？何？白鵬会の会長が？おい桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさか神室町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは？ああ、すみません。実は今回のごたごた、うちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？ええ。なんだ？これはどういうことだ？済ました顔しとんじゃ大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ大こら。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。社会者ボケ、おのりがちんたらしとるから桐生のアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ。別に俺は桐生さんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩ふっかけるようなことするからこんなことになるんです。はあ、おのれみたいな西洋かぶれの説教なんじゃ聞きたないんじゃぐら。それで俺がキリの首取ったら、そうなったら俺が7代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみやこら。あなたが今壊したコレクション、全部で10億は下りませんよ。それがどないした？おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない、その価値がわからないことが問題なんですよ。なんやと、成り上がりの分際でおのあなたに一つ言ってなかったことがあります。私こう見えても結構強いんですよ。あんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんに義理通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おいみねえ、おいみねえ、みねえ。神田のような男、必要以上に大きくしてしまったのは私です。手洗い方法を取りましたが、錦山組の一件、これでけじめとさせてください。私は今のうちに登場会の直径を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか。ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ。ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカが。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた登場界にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。ミネ、お前はそういう教育をされたのか。どういう意味ですか。うちわの落とし前、大吾がそんなつけ方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前だが、命令する大吾さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任、あなたにもあるんじゃないですか。大吾さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってない、ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何。とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大吾さんの意思を継いでいるつもりですよ。ミネ、お前。つまり私の行動の全ては東条会の未来のためにあるということです。大吾さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものは全て排除します。たとえそれが身内であろうと。私には分かりません。どうして大吾さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。峰、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。そうだな。桐生。それじゃあな。ほな。兄貴、そうだ。あんたは防衛大臣のタミヤだ。タミヤだと。俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ、1年前にあんたの秘書の東馬から聞いている。そうか。だが堂島大吾が倒れた後、東条会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD 基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ。あんたが法案を通そうとしたからリゾート開発が再開したんじゃないのか。想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ。あんたに頼みたいことがある。リゾート開発を再び止めるということか。そうではない。だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ。リゾートと基地拡大はワンセットなんだろリゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思っているなら議事堂まで来てくれ。議事堂だと？いや、ミレニアムタワー前に迎えをやるからその車に乗って俺のところまで来てくれ。いいだろう。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。